はいどうも、有村架純です。今回ですね、WW2 の方に、アップデートというか新武器来たということで、こちら画面映ってます、電撃戦闘員というね、サーマシンガンのスターリングっていうもこちらの武器を使って、やっていきたいと思います。まだ全然武器レベル何も初見で使うので、どんな感じなのかなって感じです。まず試します、精度ね。近距離は3発、お、いいっすね。で、中距離が1、2、3、4、4発。遠距離が1、2、3、4、5発くらいかな。近距離3、中距離4、遠距離5っていった感じかな。これも4キル。じゃあどんだけリコイル制御せずに撃ってみると、精度どんな感じかな。いきます。縦ブレかな。でしかも縦に一旦上がるんだけどまた落ちるって感じですね。ちょっと珍しいかな。もう一回やってますね。縦に上がって落ちないですね。バラバラだな。でも基本的には縦ブレかな。だからリコイル制御するとこんな感じかな。うん、下にちょっとこう向けながら打つと、まあ安定して打てるのかなといった感じですね。というわけで早速チームデスマッチやりましょう。さあ来ました、チームデスマッチフラッグタワーで、先ほどの電撃戦闘員だったかな、あちら使っていきます。確かアサルトが2丁追加、サブマシンが1丁と、SR1 本だったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、でもそんな感じで追加されていたと思います。というわけで初見でスターリング使っていきまーす。まあ、近距離3発くらいだったので丁寧に立ち回りすることによって結構化ける武器なのかなといった印象もあったりしなかったりするんですけど、どんなですかね。ちょっと若干危なかったぞ。ナイスカバー、フラグを握っておこう。よいしょ、オッケー。さあ右から来るんじゃないか。 SR 当てるね。さあ19対8、結構ボロ勝ちですね。で今回珍しく自分気候をつけてきてます。やっぱレベル低いんでね、ちょっと気候のレベル上げておきたいところではある。登ってLMG 最悪陰キャだ。あれはちょっとですね。でリスポーンこっちだとは思う。あ、味方湧いてんな。マジか。さあ、あまりいい成績を出せていないところだが、まあ、ノーアタっていうことで許し、欲しいところである。神々。ああ、腰ダメ制度試してよかったな。まあ、今ちょっと俺のエイムも悪かったけど、おお、あれ抜けるんすね。結構いいかもしれない。まあ、最近っていうか、まあ、お、あれ抜けるか。いいですね。LMG に勝っちゃうんすね。ちょっと怖い。こっちか。そっちは奥来るぞ、味方。あー、マジか。負けた。アサルトの一つは確か4点バーストかな、バースト銃がデプラスされてた気がします。あまり情報、いやーやばいな。バナナおやつ、そんなんどうでもいいんだよ。どんな ID してんねんお前。危なっす。自分のフラグで死ぬだけ勘弁。来るんじゃねえか。かなりイントネーションおかしかったけど、
これは怖い。やっと指出せた。 UAV オンライン、マジ？なんだこの SR、 地味に当ててくる。うぜえ。ナイスカバー。あれか、故障出てるから出せないのか。レートが高いっていう感じじゃないですね。指出せるな。うわー、もうなんかあの SR きめえな。待ってるからな、まあその来るポジションに。まあうまいんだけど位置取り的には。ただ嫌いな部類ではある。右から左かよ。同じところにフラグを投げるな。腰ダメ悪くないんじゃないかな。ぽいよ。気候ついてるか知らないっていうのがいいですね。弾がなくなるやつ。あ、バカ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 。もうお前で終わりだよ。だよな。あれ、神殿堂になんでジャンプできた。最後バナナのやつカットしていって終了ということで、これっすね、新武器の名前わかんないけど、4点バーストは。ワントリが解けんの強くね。でもアーマリークレジットがね、この新しいサーマシンガン使ってしまったがゆえにポイントないんですよ。貧乏、今貧乏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 なんで。え、待って、やばくねえか、カズさんと俺いなかったらやばいんだけど。まあそんなことさておき、まあ21キル8ですということで、まあこんな感じで終わりたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。